立憲民主党の有田芳生さんは拉致問題とそれから特定失踪者の問題に関してですね、恩を仇で返すなとかですね言ってますけれども、私はね、これはね、政治家としての責務だと思うんですね。全く何にも罪がない国民が奪われたと、奪われたっていうのは、なんかお金取られたとかだけじゃなくて、そんなもんじゃないですよね。本当に自分自身のですね、人生を奪われたという状態になっている時に、これを取り戻すっていうのは、誰もが政治家であるならやるべきことなんですよ。で、それをね、やったと、自分は。で、質問主意書を書いたと。で、それやったんだと。だから俺に感謝しろと。で、俺のことを悪く言うんじゃないというようなこと言ってますけど、それ全く違います。見当違いも甚だしい。国民のことをですね、守るのが政治家でなくて、何のために政治家があるんでしょうかね。私は本当に政治家っていうのはですね、国民守ることも大事なんですよ。で、国民を守るっていう、まさにね、一丁目一番地ということをね、やってないで、何が政治家なんだというふうに私は思えてならないですね。拉致って、だって何か悪いことやってですね、それ捕まったとか、なんかそういうのだったらまだ、それはなんかいろいろありますねという話あるかもしれないけれど、無実の人が捕まってですね、日本国民が捕まって、日本の政治家がそれをね、やらないって、一体何なんだというふうに思って、わずかばかりながらなんかやったから俺に文句言うのはお門違いだって、いや、それはっきり申し上げて、それ政治家の仕事なんですから、それ政治家としてやって当たり前のことやっているわけですよ。やっぱりちょっと本当にね、異常な感覚だと私は思います。でね、私は思いますのは、安倍総理っていうのは、ご自身ではあんまりおっしゃらないけれども、他派はすごく批判されてますけれども、拉致問題に関してですね、本当にね、このね、写真もね、見ていただきたいですけれどもね、心を込めてやっていた政治家の一人なんですよ。だからこういう政治家をですね、拉致問題やってないって、それね、鳩山内閣だとか菅内閣でね、それやってないって怒るのは分かります。でもね、その立憲民主党のあなたはね、一体何をやってきたんですかと。で、その恩を感じろというふうにおっしゃるけれども、じゃあ帰ってきたんですかって言ったら、帰ってきてないんですよね。で、私はね、本当にこの拉致問題っていうのは難しい問題だというふうに思ってます。でもその中でですね、安倍総理はこの問題を相当力を入れている日本の政治家であるというふうに思います。で、私はね、なんか安倍総理の応援団だとかね、なんかいろいろ言われますよ。で、その新安倍派だとかね、でも御用学者だとかね、だから言われますけれども、事実を指摘したら御用学者になるんなら別に御用学者でいいけれども、私のことを否定してるね、そういう人たちにね、一言申し上げたいのは、あなたは確かに御用学者ではないと。ただし一言申し上げたいと。無用学者であると、存在する意味がないというふうに私は思いますね。山口二郎さんなんてまさにですね、無用学者のですね、典型例だと私は思います。彼がいたことによって日本がですね、国益になんかこう資したことがあったのかということを考え、真面目に考えてみたらいいというふうに思うんですね、私は。